オキーチョビーハリケーンは1928年9月にプエルトリコからアメリカ合衆国先海岸を襲った大型のハリケーンである。プエルトリコの歴史では最大級の熱帯低気圧となった。1928年の熱帯低気圧では4番目、ハリケーンとされたものでは3番目であり、この年随一の大型ハリケーンだった。9月6日に アフリカの西海岸沖で発生した熱帯低気圧だったが、その日のうちに熱帯性暴風に発達し、カーボベルデ諸島の南を通過した。その後の勢力拡大はゆるりであり、9月7日まで停止していた。その約48時間後、新たに拡大を始め、シンプソンスケールでカテゴリー1になった。さらに西に動き、カテゴリー4になった後で9月12日に、 グアドループに達した。そこでは大破壊を行い、1200人の命を奪った。ショーアンティル諸島のマルティニーク、モントセラとネービス島でも損害を出し、死者を出したと報じられたが、グアドループほどではなかった。9月13日正午ごろ、ハリケーンはカテゴリー5に発達し、風速は160マイル、地を維持して最大気になった。その6時間後に、 プエルトリコに上陸した。これは今でもカテゴリー5のまま、プエルトリコを襲った唯一のハリケーンとなっている。暴風のために大きな被害が出た。島全体で24,728個の家屋が破壊され、192,444個が損傷を受けた。50万人以上が家を失った。豪雨も植生や農業に大きな被害を与えた。 プエルトリコだけで312人が死に被害総額は約5000万ドルに上った。ハリケーンは島を縦断して大西洋に出た時にやや勢力を落としてカテゴリー4だった。9月16日にはバハマ諸島を通り過ぎた。バハマではハリケーンに対する備えがあったので被害は抑えられたが死者18人が報告された。月日早朝、ハリケーンは フロリダ州、ウェストパームビーチ近くに上陸した。この時の風速は145マイル、時だった。ウェストパームビーチ市内では1711個以上の家屋が破壊された。パームビーチ群の他の部分では、オキーチョビー湖周辺の被害が激しかった。ハリケーンが原因で起きた高潮が湖の南炎を乗り越え、数百平方マイルの地域を水深20フィートの水が覆った。 ベルグレード、キャナルポイント、チョーズン、パホキー、サウスベイの各市で多くの家屋や建物が流された。少なくとも2500人が溺死し、被害総額は2500万ドルに上った。ハリケーンはフロリダ半島を横切る時に勢力をかなり弱め、9月17日遅くにはカテゴリー1に落ちた。その後は北北東に向きを変え、9月18日には 短時間体制洋上に出たが、間もなく、サウスカロライナ州、エディストアイランド近くで上陸した。風速は85マイル、地まで落ちていた。翌9月19日早朝、勢力を弱めて熱帯低気圧になり、数時間後のノースカロライナ州上空では、温帯低気圧に変わった。このハリケーンでの被害総額は1億ドル、死者は少なくとも4079人となった。 熱帯低気圧の進路とサファ・シンプソンハリケーンスケールによる勢力を描いた地図1929年9月6日アフリカ西海岸セネガールの首都ダカールに近い沖合で船舶が熱帯低気圧の発生を報告した。翌日風速60マイル字が報告されこれに基づき大西洋ハリケーン再分析プロジェクトは9月6日 遅くに熱帯低気圧の状態だったと推計した。しかし、数日間観察がなかったために低気圧の強度を時間を追って評価することができないでいる間に、低気圧は大西洋を横切ってほぼ西に移動していた。9月10日、SS コマック号がグアドループの東約900マイルで初めて嵐を観測し、これが船の無線を通じて受け取った。 この低気圧の最も東の位置に関する報告だった。その日、遅く、他にも2隻の船が嵐の強度を確認し、ハリケーン研究部が9月10日18時に、この低気圧がハリケーンに成長したと推計した。嵐がコアンティル諸島に近づくにつれて、勢力を増し続けた。9月12日17時半から18時半の間に、 ハリケーンの目は、グアドループの頭上を通過し、気圧は940ヘクトパスカルを記録し、最大風速は140マイル、G、シンプソンスケールでカテゴリー4になったことを示唆していた。ハリケーンは引き続き西北西に動き、バージン諸島のセントクロイ島の南10マイルを通過した後、プエルトリコに接近した。9月13日、直径15マイルのハリケーンの目が、 プエルトリコ島の南東グア山近くから上陸し、北西のアグアディラとイサベラの間で出ていくまで8時間で、縦断した。プエルトリコ南部海岸近くにいた船舶は、気圧931ヘクトパスカルを報告し、サンフアン市にあったカップ式風速計は、最大風速160マイル、地を記録した後に壊れた。その観測点が、 ハリケーン中心の北30マイルにあったので、上陸点近くでの風速は200マイル、字にもなったと非公式だが推計されている。これが正しければ、このハリケーンは、カテゴリー5の状態で、プエルトリコに上陸したことになるが、その大きさが大きく、速度がゆるりだったために、ピーク受勢力については不確かなところがある。ハリケーンはプエルトリコを通過して、大西洋に出た後、 イサベラで計測した気圧941ヘクトパスカルから風速は約140マイル地まで落ちていた。ハリケーンはイスパニョーラ島の北岸をかすめ、西北西に動きながら再び勢力を強めた。9月15日、タークスカイコス諸島のグランドタークから35マイル以内を過ぎ、この時までに風速は155マイル地まで戻っていた。 さらにカテゴリー4のまま、バハマ諸島を過ぎ、9月16日10時に、滑走近くを通った。当初、アメリカ国立気象局のリチャード・グレーは、この嵐が南フロリダ地域をかわすものと楽観していた。しかし、9月17日0時、このハリケーンは、フロリダ半島南東部のウェストパームビーチ近くに、上陸した。この時の水系風速は145マイル、時だった。 これは、ウェストパームビーチ市内の気圧計の読み929ヘクトパスカルに基づくものであり、当時アメリカ合衆国で記録された最低気圧の記録となった。それまでの最低記録は1926年のマイアミハリケーンで記録された935ヘクトパスカルだった。キャナルポイントでの最大風速は160マイル、自治角と推計された。 ハリケーンが内陸を進んで、オキいチョビー湖の上を通過すると急速に勢力を落としたが、その大きさが大きかったので、その後の数日間もハリケーンの状態を維持した。9月17日遅く、ハリケーンは北東に向きを変え、翌朝早くにはジャクソンビル近くを通過した。この時点で、風速は75マイル、時だった。9月18日8時。 ハリケーンは再び海洋上に出た。その日遅く、海上で勢力をやや回復し、19時、サウスカロライナ州、エディストアイランド近くでアメリカ本土2回目の上陸をした。風速は85マイル、時だった。ハリケーンは北東に速度を上げ、急速に衰えて、ノースカロライナ州上空で熱帯低気圧に変わった。9月19日。 さらに温帯低気圧に変わったが、やや勢力を回復して、ハリケーンに近い状態になった。その後は、北北西に転じ、速度を上げて、アメリカ合衆国先海岸を進んだ。9月21日、この低気圧は、カナダのオンタリオ州上空で消滅し、他の上乱と合流した。ハリケーン被害の状況ハリケーンは、カリブ海のリーワード諸島に直接向かいながら、 勢力を強めた。ドミニカ国がある島で風速は24マイル時になっていた。損害の報告はなかった。マルティニークではかなり南を通過したものの3人の死者が出た。グアドループは明らかに警告がほとんどないままに直撃を受け死者1200人を出した。パリを経由して出された被害報告は島の大々的な破壊となっていた。 バナナの木の85ないし95%が破壊され、作物樹木の70ないし80%が甚大な被害を受けた。砂糖キビ畑も40%が潰れた。モントセラとはハリケーン中心のすぐ北であり、前もって警報が出されていたが、それでも被害総額は15万ポンド、死者42人を出した。プリマスとセーラムの町が破壊され、農作物も破壊されたので、 救援が届くまで飢餓に近い状態になった。ハリケーンはセントクリストファー島とセントクロイ島の南を通過し、そこでは資産や作物に大きな被害が出たが、死者は報告されていない。ネイビス島では3人の死者が出た。ハリケーンの風でこの長さ10フィートある2倍4の木材がヤシの木を突通したプエルトリコハリケーンがドミニカ近くを通過している時に、 プエルトリコの産府安の気象予報局が1日、ないし2日のうちにプエルトリコを襲う可能性の強いハリケーンの脅威について警報を発した。注意書が電報で75の警察地区に送られ、海軍のラジオ局からは2時間おきに報道がなされた。これはラジオがハリケーンの警報を流した初めのこととなった。警報は島の南岸にある12の港にも流され、 船舶は島を避けるか、あるいは港に泊まる道を選んだ。対比状況の効果は、死者312人という、比較的小さい数字に現れており、プエルトリコと周辺の海域で失われた船舶は、なかった。これに比較して、勢力の弱かった1899年のサンシリアコハリケーンでは、約3000人の命が失われていた。サンフアンの国立気象予報局によれば、 プエルトリコの歴史の中で、これまでの最大かつ最強であり、記録的な破壊力があるとされていた。ハリケーンが進むに従って、その目は、グア山、カイエイ、アイボニートと進み、目の中に入ると、静寂の時間が20分はあった。プエルトリコの島は、ハリケーンが、カテゴリー5の強度で縦断した時に、最悪の暴風を受けた。ハリケーンは、プエルトリコを通るときに、 特に巨大だった。ハリケーンの風はグア山で18時間観測された。ハリケーンの移動速度は時速13マイルだったので、その直径はおおよそ234マイルだったと推計されている。このハリケーンは第2サンフェリペハリケーンと名付けられた。その目が上陸したのはキリスト教の聖フィリポの祭日だったのでこの名がついた。 それ以前の1876年の同じ日に、プエルトリコを襲ったハリケーンもサンフェリペハリケーンと名付けられていたので、第2が付けられた。1492年にヨーロッパ人がアメリカ大陸に到着して以来、すべての嵐とハリケーンは、プエルトリコを襲った日にちなむ成人の名前が付けられた。1953年、アメリカ合衆国が、 ハリケーンに女性名をつけることをはじめ、1978年からは、両性の名前が使われるようになった。ハリケーンの名前を成人にちなんで、名付けるのを公式にやめたのは1960年になってからだった。9月13日から14日に降雨が記録され、プエルトリコでのハリケーンに伴う48時間雨量としては、最大記録となっている。コーディレラセントラルのアジャンタスや シエラデルキリオのように雨がよく降る地域では25インチ、アジャンパスでは29.60インチの記録となった。プエルタデティエラに置かれていた風速計は9月13日11時44分にそのカップの一つが飛んでしまった。この時の最大風速は150マイル時であり、それが5分間継続した。それ以前に同じ風速計で160マイル。 地を1分間記録したことがあった。この数字は、ハリケーンの目から30マイルで計測されたものなので、目の近くでは200マイル、地の風が吹いたと推計される。島全体で破壊が起こり、目が通過した街はほとんど吹き飛ばされた。風と雨による島の建造物に対する被害は、三端たるものだった。島の北東部が、カテゴリー3以上の風を受け、 ハリケーン強度の風が18時間継続して吹いていた。公式記録では数十万人が家を失い、資産の被害総額は5000万ドルに上ったとしていた。島にある建造物で無傷のものはなかった。建造費が数百万ドルにもなる砂糖工場のいくつかが瓦礫に変わった。報告書では全回家屋24,728戸。 部分損壊家屋192,444個となっていた。砂糖キビ畑の大半が水没し、年間の収穫ができなくなった。コーヒーの木の半分と、それを覆うシェードツリーの半分が破壊され、コーヒーがほとんど収穫できなくなった。なぜならば、コーヒーの栽培には、シェードツリーが成長する必要があるからであり、その後、回復するまで数年間を要した。また、 タバコ農園も大きな損失を被った。このハリケーンの後、プエルトリコはコーヒーの主要輸出者としての地位を取り戻すことはなかった。倒木、地滑り、橋の損傷のために通信も障害を受けた。学校の校舎は770棟が全壊、または損壊となった。当時の推計によれば、個人の損失を除いて、 被害総額は8531万2000ドル。家を失った者は50万人とされていた。このハリケーンは、プエルトリコが経験した最大、最悪、かつ最も破壊的なものとして公式に分類されている。ハリケーンはプエルトリコに被害を与えた後で、ドミニカ共和国のすぐ北を通ったが、同国にはほとんど被害を与えなかった。これは、 ハリケーンの中心の南には核が小さく風が弱かったためだった。警報が出ており、その地域を通る船舶の数を減らした。グランドタークはその近くをハリケーンが通ったが、最大風速は120マイル、地に止まった。地域にいた船舶の報告では、風力は嵐で生じる騒音でのみ判定でき、全速で通り過ぎるニューヨーク市の地下鉄を思い出させる、としていた。 ナッソーでは風速120マイル地に近づき、その後風力計が壊れた。この地域では風に加えて豪雨もあり、降水量は9インチになった。プエルトリコと同様にバハマの当局はハリケーン接近の警報を十分に流しており、死者の数を最小にできた。グランドタークでは2隻の船が波に現れて破損したが、乗組員は救われた。ベリーズのアンベルグリスキーから グランドタークに向かっていたスループ船が沈没し、乗船していた18人全員が死亡した。バハマ諸島全体では、建物や作物に大きな損傷が出た。ナッソーでは、1926年ナッソーハリケーンで、損傷を受けて修復したばかりの建物数棟が破壊された。満水になっていた溝に落ちた10歳の少女が溺れた。フォートモンテギューホテルでは、窓、ドア、 家具がひどく損傷した。ロイヤル・ビクトリア・ホテルでも同様な損傷が起こり、ブリティッシュ・コロニアル・ホテルはほとんど損傷がなかった。しかし、この3ホテルの庭園は、ほとんど原型を止めないほど破壊されたとされていた。バハマのビミニでは、最大風速140マイル、字が観測され、建物に大きな被害が出た。エルーセラ島では、家屋95個と他の建物、教会や、 政府の建物数棟が損傷または破壊された。ラム系では小さな損傷のみ報告された。農作物の多くが破壊された。サンサルバドル島では二つの境界を含め四つの建物が破壊され、他にも小さな損傷を受けた建物があった。農産物は完全に脱ぎ倒された。ハリケーンがバハマ諸島を進んでいる間に、 アメリカ合衆国の気象予報局がマイアミからタイタスビルまで暴風警報を出しており、それが後にはマイアミからベートナビーチまでのハリケーン警報に昇格した。予報局は住民にハリケーンに対する備えをするよう勧告し、強風と高波の可能性を伝えた。ハリケーン警報は西海岸のプンタラサからアパラチコラまでにも出され、ハリケーンが震度を変えた後には警報が 東海岸に沿ってジャクソンビルまで拡大された。ハリケーン警報が十分に発せられていたので、住民の嵐に対する備えができ、海岸部パームビーチでの死者は26人に止められた。ハリケーンが海岸沿いを進んで、強風が南フロリダを打ち、3県の非公式報告では、風速100マイル、時が記録された。ハリケーンの中心の南になったマイアミでは、 風速が78マイル、地に達し、さらに南のキーウエストでは39マイル、地にしかならなかった。上陸時の目は、幅が25マイルあり、内陸の大きいチョビー湖を横切った時には、静寂の時間が30分間と記録された。湖に隣接するキャナルポイントでの風速は160マイル、地と推計された。風速計は75マイル、字を記録した後で吹き飛ばされた。 キャナルポイントでの気圧は942ヘクトパスカルまで落ちた。オキーチョビー湖北での最低気圧はバートーで966ヘクトパスカルだった。西海岸のタンパでは風速31マイル時だった。このハリケーンでフロリダ州で数千人が家を失った。被害総額は2500万ドルと推計された。2003年にモル似ジした嵐がフロリダ州を襲っており、 被害総額は187億ドルとされている。このハリケーンは中心部の気圧が940ヘクトパスカル以下で南フロリダを襲った大西洋ハリケーン3個のうちの一つとなっている。人的な被害に加えて1278頭の家畜と47389羽の鳥も殺された。農業の被害も大きく柑橘類の栽培士の中でも 最大のものが破壊された。オレンジの6%とグレープフルーツの18%が損害となった。草林が浸水したために残った作物の収穫が10月半ばまで遅れた。通信手段の被害も大きかった。州全体で電話線が普通となった家屋が3万2000個、電信柱400本が倒れ、他に約2500本が倒れかかった。 当時のフロリダ州知事ジョン・ダブマーティンは、パームビーチ群だけで3万5千家族が家をなくしたと推計した。さらに、約1万1500家族は復元を必要とされた。南フロリダの海岸、オキーチョビー湖周辺の洪水発生地マイアミでは、被害が小さく、窓が割れたり、日よけが飛んだ程度だった。ハリウッドやフォートローダーデールでは、窓や屋根が壊れたが、 それでも被害は小さかった。フォートローダーデールでは電線や電話線が多く断線した。その北のポンパのビーチからジュピターにかけて暴風と10フィートの高潮で建物にかなりの被害が出た。ディアフィールドビーチでは小型の木組家屋がほとんどすべて破壊され、少なくとも家屋の50%が破壊されたと推計した市民もいた。町の郵便局、操車場、および 企業の全ブロックも破壊された。8歳の少年が、その家族が退避状を求めていた近くの溝で溺れた。ボカラトンでは、シャコフタムネと家屋数軒が破壊された。クロイスターインでは、窓が壊れ、屋根が破損した。その通り向かいでは、フロリダイーストコースト鉄道に属する列車の貨物車32両が、風によって近くの溝に押し込まれた。 北に少し進んだところで倉庫がペシャンコになった。レストランや店舗が入っていたビルも倒壊した。デルレイビーチでは4つの境界が大きく壊れ、アルタレップホテルとシークレストホテルが屋根の一部を失った。警察は市内で死者3人と報告した。デルレイビーチとランタナでは全家屋と鉄道駅が大きく破損した。ボイントンビーチでは 企業の約75%が全壊した。高校の行動に避難している間に屋根の崩壊で15人が負傷した。南フロリダにおけるハリケーンの被害状況レイクワースでは家屋の約50%が損傷または破壊され事業地区にある建物の75%が被害を被った。パームビーチでは海岸部の被害が大きかった。被害総額は 数百万ドルと推計された。ウェストパームビーチでは、家屋1711個を破壊し、他に6369個に損傷を与えた。企業268件が破壊され、490件が損傷を受けた。同市が最も被害が大きく、総額は1380万ドルになった。同様に、パームビーチでも風の被害が大きかった。ザブレーカーズ。 ロイヤル・ポインシアナ・ホテル、ホワイト・ホールなど、ヘンリー・フラグラーが作らせた建物が損傷を受けた。マージョリー・メリウェザー・ポストによれば、マール・アラ・ゴでは、木が猫層に倒れたり、大きなローマ様式の窓が壊れた以外、被害は小さかった。ラン・エリダ、後に、ジョン・カイ・ケネディが大統領だった時に、冬のホワイトハウスとして使われたロドマン・ワナメーカーの家は、この嵐で大きな損傷を受けた。 アルバ、ビローズ、ニューパームビーチ、ロイヤルダネリカクホテルはすべて水の被害を受け、アルバホテルは屋根も壊れた。近くにあるレインボーピアはそのレールに構造的な損害を受けただけだったが、桟橋の事務所が吹き飛ばされた。パームビーチではホテル10件を含む建造物約600が損傷を受け、被害総額は約200万ドル以上となった。ハリケーンの目を囲む 壁の中で最強の風がパームビーチ群北部、特にジュピターの近辺に影響した。ハリケーンの目はかなり南で上陸したからだった。ジュピター入り江灯台では嵐の間にモルタルがレンガの間で歯磨き粉のように押し付けられ灯台を基礎から17インチずらした。灯台種のシーブルック大衣とその息子フランクリンは 停電になった後も嵐の中で明かりを保つために、勤めた。発電機が働かなくなると、明かりのマントルのクランクを手で回した。元は気象予報局に使われていた建物が破壊された。その近くで一軒の家屋が崩壊し、6人が死亡した。ジュピターの西では、住民が避難場所にしていた学校が崩壊し、ここでも6人が死亡した。 オキーチョビーコとエバーグレーズハリケーンは内陸に進んで人口の多いオキーチョビーコ岸に沿ってさらに幅広い破壊を引き起こした。住民はその日早くに定地から避難するよう警告を受けていたが想定された時間には遅れた後で多くのものがハリケーンはそれたと考え自宅に戻った。このハリケーンが来る数週間前の8月10日から9月10日の間で 湖水の水位を3フィート上げ、近くの運河や溝を満水にしていた。ハリケーン自体による洪水で、オキーチョビー湖の水位をさらに上げた。ハリケーンの最悪の時に湖の上を過ぎ、南向きの風が水位を上げ、湖の南端に建設されていた小さな包みを越えさせた。その結果起きた洪水は、 数百平方マイルの地域を水浸しにし、水深が20フィートにもなる場所もあった。家屋はその基礎から浮き上がって流れ、途中で出会う障害物に当たって砕けた。生存者も遺体も流されて、エバーグレーズに流れ込み、遺体の多くは発見されなかった。オキいチョビー港を囲む地域の農業被害も重大であり、事実上すべての農作物が破壊され、150代を コエルトラクターが損傷した。ハリケーンによる降水量のマップ、1928年9月15日から19日、この地域をハリケーンの目を囲む壁の後ろ側が通り過ぎるときに、洪水も反対側に及び、湖の北岸にあった包みを破り、南側と同様だがやや小さい洪水を生じさせた。アメリカ国道十八号線は当時コナーズハイウェイと呼ばれ、 おのそ八地川をテーラークリークで渡す橋がハリケーンの間に約150フィート上流に持っていかれ新しい橋が建設された1月まで閉鎖された。オキーチョビー郡では湖岸に沿った家屋が高潮で破壊され、オキーチョビー市内の家屋は少なくとも90マイル地で吹いた風で大破あるいは破壊された。しかしレンガやコンクリート作りの家屋はあまり損傷を受けなかった。 多くの3階建て企業用ビルが倒壊した。ほとんど全ての道路が通行不能となり、通信手段もほとんどなくなった。オキーチョビー群全体で27人が死亡した。オキーチョビー湖の南西岸では、クルウィストンとムーアヘイブンの街も洪水となったが、家屋が受けた損傷の大半は強風によるものだった。クリーマー島では多くの住人がハリケーンの情報を得たが、 避難するには遅すぎたタイミングだった。いくつかの家屋では20ないし30人の人々が室内で逃げ場を求め、テーブルや椅子の上に立って水より上にいられる状態を保った。家屋の多くが松の木の並びまで流され、半マイル流された家もあった。それにもかかわらず、この島で歴史したのは一人だけだった。通り島の住人も嵐に備える時間があまりなかった。 彼らは避難しようとしたが、土手道がすでに浸水しており、食品加工場を避難所とした者が23人いた。この建物にも浸水し、人々はいの上に乗った。しかし、建物自体が近くの運河に流された。10人が溺れたが、13人は橋家あるいは脇の先端にしがみついて助かり、1人の女性は電話線の柱に自分を縛りつけて助かった。 助かった他の者のは遠く流されたが、建物自体が鎮座するか、端けに当たって止まった。一人のティーンエイジャーの少年が、食品加工場から、ベルグレードのエバーグレーズ実験ステーションまで流されており、その距離は約8マイルあった。立田島では、なんとか自宅の屋根の上に登れた多くのものが、流木に撃たれたり、沼マムシに噛まれて死亡したりした。サウスベイでは、 ほとんどすべての家屋が破壊され、いくつかの建物は屋根が飛ばされた。市内で少なくとも160人が死亡した。1920年代を通じて、オキイランタの町は数回洪水が起こり、冷淡の火災も起きていた。最後はこのハリケーンで大変な洪水を受け、最後は町が放棄された。ビーンシティもこのハリケーンで破壊されたが、 アーサー・ウェルズによって再建されることになった。セブリングの応援は大量のゴムの山となり、背の高いヤシの木本本が残るだけとなった。マイアミロックスではホテルのみが残った。この町では99人が死んだ。長寸では19人が退避した家から2人だけが、なんとか脱出できた。他の10人20人がある建物を避難場所としたが、その屋根がハリケーンで持っていかれ、人々は、 レストルームへの移動を強いられた。人々で一杯のある家屋は、もともとあった場所から約半マイル流された。その家が、鉄道の包みに衝突するまで、その避難民は、家が流されていることに気づかなかった。ハリケーンによる被害者の葬儀、ウェストパームビーチ洪水の水は、数週間残り、瓦礫の除去を大きく遅らせた。埋葬はすぐに間に合わなくなり、 遺体の多くが共同墓地に置かれた。死者の75%は移民農業労働者であり、遺体の識別や行方不明者の童貞を大変難しくした。その結果、死者の数を数えても大変不正確なものになった。赤十字社は死者の数を1836人としたが、これがアメリカ国立気象局がその後長く採用した公式の数字となった。 古い資料では、カリブ海での死者を含め、このハリケーンによる死者を3,411人と、するのが普通である。しかし、2003年、アメリカ合衆国での死者数を、少なくとも2,500人と改定し、アメリカの自然災害史の中では、1900年ガルベストンハリケーンに、ついで2番目に、被害の大きいものとした。ポートマヤカの東にある、ポートマヤカ墓地の共同墓地は、 このハリケーンによる被害者の遺体1600体が収められている。中央及び北フロリーダフォートマイヤーズでは建物の被害が警備であり、水際にあった多くの小舟や釣り小屋に限られた。短波にあった浜木工場のほとんどすべては風と雨で多くの湿気を建物の中に追い込まれた後で閉鎖された。沖合では漁船の ウォレス・エマクドネルがパイニーポイント近くで浜に吹き寄せられたが乗組員は全員助かった。さらにキューバのスクーナーイサベル・アルバドはボカグランデの沖で沈んだ。移民で構成されていたその乗組員はアメリカ沿岸警備隊に救助されその後に国外退去となった。マーティン軍ではスチュアートとパームシティを繋いでいた橋が大きな損傷を受けて その結果閉鎖された。セントルーシー川を渡す暫定フェリー便が設定され、橋の修理が1929年夏に終わるまで運行された。フォートピアースではハリケーンの影響がウォーターフロントに限られていた。倉庫一棟、釣り小屋、桟橋、インディアン川を渡す橋が破壊された。他にもいくつかの建物は屋根が壊された。 市内の被害総額は約15万ドルとなった。中央及び北フロリダの内陸部では、被害が主に農業、特に柑橘類の被害に限られ、建物は風による損傷が出た。セブリングとレイクウェールズの間では、電話線柱に100本が倒れた。バートーでは、事業所用ビルの窓が壊れ、看板が落ちた。屋根や煙突もいくつかは破壊された。風速70マイル。 地までの風がレイクランドの街を打ちつけた。多くの樹木が倒され、病院や多くの企業などいくつかの建物が被害を出した。フロリダサザンカレッジでは体育館の北側が崩壊し、キャンパスにある他の建物は程度は小さいものの損傷を受けた。カレッジを囲む柑橘類の樹木はその果実を落とされてしまった。 レイクランドの被害総額は約5万ドルだった。オーランドでは建物の被害も微小だった。ジャクソンビル都市圏での風速は50マイル地までであり、ジャクソンビルビーチで小さな被害が出ただけだった。アメリカ合衆国のフロリダ州以外ではこのハリケーンによる被害は少なかった。ジョージア州ではサバンナ都市圏にある低地の通りで水があふれあるいは洗い流された。 さらに、風で樹木が倒れ、電線を切った。フロリダ州東部から、ジョージア州、両カロライナ州、バージニア州南東部の海岸まで豪雨があった。サウスカロライナ州ダーリントンでの雨量が12.53インチで、最大だった。ノースカロライナ州では、洪水が起こり、ハリケーンに近い風力によって、バージニア州のーフォーク地域では、高潮が7フィートになった。 ハリケーンが温帯低気圧に変わった後、その強風域が大変大きくなった。ニュージャージー州アトランティックシティでは、ハリケーンの中心からかなり離れていたにもかかわらず、風速は76マイル、地を記録した。このハリケーンの直後に、マイアミのような近隣地域から救援が届いた。9月18日早朝、マイアミを立った列車が、 ウェストパームビーチに20人の医者と20人の看護師を運んできた。マイアミの赤十字社市民救済委員会はこのハリケーンの犠牲者を支援するために設立されたものであり、数百均のパン、数ガロンのミルク、数ポンドのコーヒーと砂糖、毛布、コート、医療品を運んだ。最初の救援列車にはアメリカ合衆国上院議員で、 1928年の選挙で民主党の副大統領候補にもなったジョセフ・ T ・ロビンソンが同乗していた。医療のために少なくとも100人がマイアミに運ばれた。レイクワースではガルフストリームホテルと地元消防署で25人が様々な怪我の治療を受けた。W.A. クラクストン博士はマイアミ公共福祉部長であり、高毒素薬、チフス血清。 さらに200の破傷風結成を要求した。ウェストパームビーチとケルジーシティでは、1000台以上の簡易ベッドに対する要請もあった。ウェストパームビーチの共同墓地フロリダ州では、ハリケーンが通った経路で偏ることなく、何でも破壊したが、ベルグレード、チョーズン、パホキー、サウスベイ、ビームシティのような、大きいチョビー湖の周辺にある定地で、 経済的に貧しい地域に死者が集中した。死者の七十五パーセントは移民農業労働者であり、その大半は黒人だった。黒人労働者は後片付けの大半を行っており、埋葬用に棺が間に合わなかったので、数少ない棺は白人の意外に使われた。さらに、白人の犠牲者は、ウェストパームビーチ中心街にあるウッドロン墓地で適当な墓所が得られたが、 そこは記念碑が建てられた唯一の共同墓地となった。対照的に黒人犠牲者の意外は仮装にされるか、ウェストパームビーチやポートマヤカに作られた共同埋葬所に投げ入れられた。ウェストパームビーチ住人のロバート・ハザードは28年の嵐記念公園連合インクを設立して、このハリケーンによる黒人犠牲者に対する認識のために戦った。2000年、 ウェストパームビーチ埋葬所は、ウェストパームビーチ氏が再度取得し、記念碑の建設計画が始められた。この場所は2002年に、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定され、ハリケーンから75周年となった2003年には、州が歴史標識を立てた。当時の不平等は続いていた、人種間の摩擦を高めた。このハリケーンが、黒人移民労働者に与えた影響は、 ゾラニール・ハーストンの小説、彼らの目は神を見ていたで記録された。フロリダ州海岸をハリケーンが襲った後、シャッターを備えたしっかりとした造りの建物は、質の低い建物に重大な構造的問題を与えた風によっても、事実上損傷を免れたことが明らかになった。しっかりとした枠組みがあり、鉄鋼、コンクリート、レンガ、 石田建造された建物はほとんど風に対して無傷であり、シャッターがあれば風による損傷を防ぎ、建物内部が救われた。同じような傾向が注目された1926年のマイアミハリケーンに続き、この1928年のハリケーンの結果により、建築基準法を改定することになった。フーバー堤防完成を告げる広告看板この オキーチョビーハリケーンや1926年のマイアミハリケーンによるような大災害が繰り返されることを防ぐためにフロリダ州議会はオキーチョビー洪水制御地区を創設しアメリカ陸軍工平司令部と協力して洪水制御のための工事に当たることとされたハーバート・フーバー大統領が自ら災害地域を視察した後公平司令部が一流水路 制御ゲート、オ井ーチョビー湖岸に沿った主要堤防を建設する新しい計画を策定した。洪水制御、水質保全、塩水侵入防止、魚類と野生生物種の保存を目的とする長期計画が作られた。解決法の一つはハーバート・フーバー堤防を建設することだった。今日この堤防の安定性に関する問題が、配管と侵食に関わる長期の問題を指摘する。 研究に反応して大きくなっている。何度か豪雨があった後で漏洩が報告された。この堤防の問題に対して提案されている解決法は堤防の陸地側に新純犬走りを設けることがあり、第一段階の費用は約6700万ドルが見込まれた。ありがとうございます。